こんにちは。第一カッター工業の高橋と申します。本日はお忙しい中、またコロナ禍にもかかわらず、当社の決算説明会にお越しいただきまして、感謝申し上げます。本日の決算説明会にあたりまして、マスクの方を着用させていただいてます。私これから話すにあたってはこの場でマスクは外させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは早速ではございますけれども、弊社2021年6月期の決算につきまして説明をさせていただきます。その前にこの決算説明会ではなくですね、決算短信それから有価証券報告書の提出が遅れてしまいましたこと、その要因となりました子会社の不正会計によって多くの関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、改めてここで深くお詫び申し上げます。はい、それでは本日はご覧の項目に流れに沿って説明をさせていただきます。まず2021年6月期の決算につきましての概略ですけれども、計画を上回る結果となりまして、最終的な着地につきましては過去最高の売上利益を残すことができました。要因といたしましては、これからお話します3つの点になります。1つ目につきましては、売上について3つのセグメントにおいて、すべて前年を上回ることができました。特に切断線香事業においては、下期が好調でありまして、結果2回の情報修正に至りましたけれども、中でもウォータージェット工法による引き合いが多く全体を牽引することができました。2つ目に売上は伸びましたけれども、外注比率も増加いたしました。こちらの方で工事原価膨らみましたけれども、販管費の方は増強がもうすでに一巡していたこともあって、横ばいになりました。よって、利益率を高めながら最高益を更新することができました。3つ目といたしまして、前中継で掲げておりました、数値目標すべて達成することができております。中でも人材の確保を最重要視しておりましたけれども、当初3年75名増の目標がありましたけれども、結果133名の増員ということができました。社員の約6割が技術者、職人という形態を取っております私たちにとりましては、大きな財産を得られたと考えております。これからご説明申し上げます新しい中継の方でも、こちらの方また説明をさせていただきます。それでは通期の決算実績につきまして説明をいたします。2021年6月期におきまして、すべての事業において、すべてのセグメントにおいて売上を前年同期比で増加させることができました。結果、当期連結会計年度の当社グループ全体の売上高は前年同期比 10.8% 増の193億3700万円となり、粗利に関しましては前年同期比 12.3% 増の63億1300万円となりました。売上が急伸する中におきましても、原価構造に大きな変化がなかったことから、営業利益は前年同期比 20.2% 増の27億6000万円。親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期比
14.4% 増の17億4300万円となりました。結果、売上利益ともに過去最高の数字を残すことができました。セグメント別では、切断先行工事事業におきましては、高速道路の輸送インフラ関連が引き続き堅調となっております。こちらに関しましては、受注に際しましてかなり引き合いの方も多くいただいておりましたけれども、私どもの従業員、作業員の方をかなり投入してはいるんですけれども、それでも正直パンパンな状態でございました。こちらの方を、消化しつつ小口の仕事も拾ってきたんですけれども、そちらの方は順調に消化をしながら進めていくことができました。若干の産業インフラ部分だとか、そういったところでのマイナスありましたけれども、輸送インフラに特化して考えてきた結果、いい形で終わることができております。ビルメンテナンス事業につきましては、2021年6月期につきましては、コロナ禍の影響はほぼありませんでした。結果、安定的に推移をいたしまして、近年取り組んでまいりました協力会社とのネットワーク構築もうまくいっておりまして、合わせて配車効率の向上、これにより売上利益もしっかり残すことができております。リユースリサイクル事業につきましては、セグメントの中ではコロナ禍の影響を一番受けました。物流の停滞、それからテレワーク需要による中古 PC の買取価格の高騰など受けました。しかしながら企業様からの大口小口の案件は確実に受注をすることができましたので、売上の方は伸ばすことができております。前期までに注力しておりました内部体制の構築も落ち着いてきておりますので、販管費の抑制もできております。各セグメントの状況はご覧のようになっております。売上が軒並み過去最高となっており、利益もすべてのセグメントで向上しております。こちらで資料、ごめんね、戻ってください。資料の方には、記載がうまくできないんですけれども、2021年6月期の中でウォータージェットが下期順調に推移したというふうに先ほどお話をさせていただきましたけれども、こちらの方、建設現場における貸し工事がございました。お客様の方が鉄筋の配置ミス、それからコンクリートの打設の失敗、それから打設中に豪雨が降ってきて、その雨に打たれたコンクリートの補修、こういった貸し工事のお手伝いをさせていただきました。これによって工事費が膨らんだということも合わせて説明をさせていただきます。売上の増加要因、今言った貸し工事のほかにも切断先行工事事業全体的に影響が大きくなっております。営業利益につきましては、粗利面売上が急増しましたけれども、外注、それから自社の施工、こちらの方バランスよくコントロールできておりました。バランスシートにつきましても大きくバランスを崩すことなく健全性を高めていると考えております。通期の業績予想に移ります。通期予想の各種数字に関してはご覧のようになっております。2022年6月期におきましては、
全体の市況については手堅く推移するものと考えております。中でも私どもが活動していますのは、新しくものを作るという分野ではなくて、今あるものを直して長く使おう、そういった分野で活動しておりますので、維持補修の全体的な比率年々高まってきておりますので、こちらの方このまま推移していくと考えております。中でも高速道路のリニューアル、だいぶ活況でありまして、大規模な工期それから工事金額こちら出てますので、しっかり抑えてはいきたいんですけれども、先ほど申し上げましたけれども、だいぶパンパンで従業員の方にも一部無理をしてもらってたところもあります。こちらの方は若干の受注抑制というところもしなければいけないケースも出てきているのが現状です。合わせましてゼネコン様の予想が少し減益の予想が出ておりますけれども、こちらの方の影響も私たちには及んでくるというふうにも考えております。そういった中でも新しい工法ですとか優位性がある高い分野においては、しっかり収益性を確保していこうというふうに考えております。投資に関しましては、人への投資を積極的に続けていくというのは必ず行っていこうと考えておりますけれども、その中で今まで以上に研究開発、事業領域の拡大、こういったところに施策を打っていこうというふうに考えております。またこれまで多くの投資家の皆様から会話をする中でいただいた声を真摯に私どもでも受け止めまして、配当に関しては方針を変更いたしまして、安定的な配当を継続しながら、より還元の度合いを高めるべく、私どもといたしましては大幅な増配となる27円を予定しております。これによって配当成功は 20% となる予定でおります。続きまして、2021年6月で終了いたしました中計の振り返りを行います。全中計におきましては、人を軸に置いた基本戦略といたしまして、人材、営業展開、協力会社のネットワーク、研究開発、この4つの分野を重点的に定めて活動をしてまいりました。売上利益、そして工事の受注量の上限を引き上げるべく、従業員数の増加を数値目標と定めております。そして成長の土台となる領域への投資を3年で20億円と定め、推進してまいりました。数値計画につきましては、2年目で達成することも果たせましたけれども、最終年度におきましては、そこからさらに上乗せする形で終わることができております。技術者の採用が最も大きな課題ではありましたけれども、さまざまな手を打った結果といたしまして、大きく目標を超える増員を果たしております。さまざまな手を打ったというのは、採用チャンネルを増やした、それから中途採用においてのミスマッチを減らす工夫をいたしました。それから SNS の利用、リファラル採用の推進を行ってきた結果になっております。輸送インフラ、産業インフラへの注力ということも掲げておりましたけれども、景気に左右されにくい輸送インフラと市場をこれから作り出す産業インフラ、こちらの
方に注力する方針といたしておりました。結果の通り、輸送インフラは床版のリニューアル工事、それから耐震補強工事、こちらについての受注が堅調に伸びましたので、その比率を高めることができております。産業インフラにつきましては、コロナ禍の影響を受け、手控えなどが出ましたけれども、その中においても特殊なケースの仕事、こういったものが受注できておりまして、今後につながる技術の蓄積ができたと考えております。将来の成長投資ですけれども、人材の投資を主に考えておりまして、各研修、それから待遇の改善など多くの施策を打ってまいりました。また一件の M&A、 それから事業所の機能拡充など、生産性の向上、事業領域拡大のための投資を積極的に行ってまいりました。結果、当初20億円の投資目標に対しまして、37億4000万円の成長投資を実行することができました。これまでの3年間のこの投資は、これからの成長の土台になっていくものと確信しております。それでは、今期よりスタートしております新中期経営計画について説明をさせていただきます。今回限られた時間ですので、骨子と各戦略を中心に説明をさせていただきます。私の挨拶はすっ飛んでください。今回中計を策定するにあたって、ブランドのリニューアルの方も行おうと考えておりました。その中では公募によって私たちの従業員と一緒に考えるブランディングの方を行ってまいりました。入社1年目の子から大ベテランまで、工事で毎日ヘルメットをかぶっている人から総務の方まで、幅広い年代、それから幅広い職種の人たちが集まって、これからの大事かった今あるべき姿、そういったところを考えることから始めました。こちらにあるのは創業者が考えてくださいましたロゴなんですけれども、これは大事にコーポレートのアイデンティティとして取っておこうと考えております。新しいブランドのアイデンティティのロゴにつきましては、大事カッターの D をモチーフにしまして、起動スイッチをイメージしたシンプルなデザインになっております。合わせまして、私たちの仕事から現場がまた新しく始まる、物を壊して新しく作る、そういったところの再起動というところもイメージしております。また第一カッターの第一というのは一番とか最初にとか意味があると考えておりまして、その第一というものに価値観をしっかり持って考えていこうというところのメッセージが込められております。この後に続く言葉の定義といたしましては、まずタグラインを設定いたしました。会社の価値を一言で表現をするようにしております。続きまして、パーパスです。私たちの会社のあるべき姿としてパーパスの方を作ることにいたしました。平時も有事も社会インフラの安全を守り、安定した社会を支えるというふうになっております。これについてのステートメントとして、私たちの仕事は老朽化対策、課題となっている社会インフラの長寿命化維持、こちらに携わることが役割として考えております。そのためには優秀な社員を各現場に
継続的に送り出す義務があるというふうにも考えております。その義務を果たしていく中で、ひとたび災害が起こったとき、日本は必ずもう災害が起きる国だと私は思っておりますけれども、災害が起こったときにその被災地に向けていち早く優秀な従業員を現場に送り、いちいちも早い復興のお手伝いをする、これも私たちの使命だと考えております。そういった使命を受けながら従業員が安全に作業をすることができるような技術開発、こういったところを進めていくことが私たちが継続的に社会に貢献していく企業になる、こういうことだと思っております。結果最後の方にはただの職人では終わらない、日々の仕事に確信を持たせて社会を支えることにつなげていく、世界でも宇宙でも第一に呼ばれる会社を目指します。ちょっと宇宙までぶっ飛んでしまいましたけれども、そういった気概でいこうというようなことが込められているとご理解いただけると助かります。最後はミッションとして社会的使命を3つに分けて表現の方をさせていただきました。中継の本題に移らせていただきます。今回先ほどパーパスでも述べました通り、私たちのあるべき姿を実現していく計画だと考えております。私たちが手掛ける領域は社会課題の社会インフラの老朽化に対応するものです。それ自体は社会貢献性があると考えておりますけれども、それでも人口が減っていく、気候温暖化の問題が身近に迫ってきている、そんな中で大事かったとして取り組める課題多くあると考えておりますけれども、その課題に進んでいくにあたってやっぱり人、こちらのネットワークを強化することで循環型社会への貢献につながるというふうに考えました。建設業の中でもこういった職人エンジニアを抱えている企業はさほど多くないというふうに考えております。本当に6割ぐらいを占めている会社さんというのは、専門施工会社ではあまりないんじゃないかなというふうには思っておりますけれども、それが私たちの会社の強みだと思っております。その価値を環境、社会、ガバナンス、こちらの方をしっかりリンクさせることで持続型、持続可能な社会への貢献が強まるのではないかと考えております。この取り組みを続けることで、今日本でも屈指の職人集団だと考えておりますけれども、いずれ世界一の職人集団になっていく可能性も十分あると思っております。今2030年には建設業における従事者の人数が現時点310万から340万人ぐらいいると言われておりますけれども、2030年にはこの3分の1が高齢によって離職すると言われております。ただでさえ働き手が少ないと言われている環境の中で、この人がいるということを強み、私たち現在平均年齢 38.2歳だと思います。工事技術者でいうと37歳前半だと思いますけれども、この平均年齢を維持していることの強みが10年後20年後本当に人がいるっていうことの価値としてすごく高まるというふうに考えております。これは私たちの企業価値を高めていくに十分値すると確信しております。
中継の骨子である4つの戦略を掲げておりますけれども、背景として今回のパンデミック、人口減少、価値観の変化、激甚災害などの社会的な変化が存在します。一方で AI、IoT などのテクノロジーが生まれ、急速に広がってきている状況です。そのような中で私たちは人材、優位性の強化、ガバナンス戦略、成長戦略という4つの基本的な戦略を掲げ、これを推進していくことで企業価値を高めていくというふうに考えました。中継の中で一丁目一番地はやっぱり人だというふうに私たちは考えておりますけれども、ここに至るまではリーマンショックの後だいぶ建設業も冷え込んで、私たちも苦しい時期がございました。そのような中でやっぱり社員を採用していくっていうのはかなり負担が大きくあったと思います。そのような中で私たちも気づけば外注さんへの比率が高くなっていた時代がありました。そのような中でもやっぱり労働人口が減って直して使い続けなければいけないインフラが多くあって、そのような中でやっぱり自分たちの技術をしっかり蓄積して生かして伸ばしていくためには内製化が必要だということで、社員を増やしていくというところに大きく舵を切ったというのがあります。今日本、世界でもそうなんですけども、テクノロジーの進化によって技術革新、いろんな分野で進んでますけども、中でも検査という項目においてはかなり技術が進んでます。レーザーを使ったりだとか、ドローンを使ったりだとか、そういった記事がよく出てますけれども、それによって何が起こったというと、インフラの傷んでるところを認識するということをしてしまったんですね。人間の体でいくと人間ドックに入れて高性能な医療機器によって体の自分が気づいていないところの劣化、病気を認識することができてしまいました。それを治療する薬もありますし、治す薬もあります。ただ手術をする医者、それから看護師さん、そういったところの基本的な人でっていうのはやっぱり人がいるんですよね。ダヴィンチが全部やってくれるわけじゃないんですよね。やっぱり治療によっては手術によってはやっぱり熟練したメスを使えるお医者さんが必要だと思ってます。そのメスを持った人を育てていくのが私たちの役割で強みだからこそこだわっているということをご理解いただけると助かります。経営指標の方説明をさせていただきます。2024年6月期におきましては、連結の売上200億円、営業利益27億円を目指していきます。 ROE は 12% 以上、 ROIC は 10% 以上と考えております。私どもを応援してくださる株主様を増やしていくことによって、時価総額を200円と目指していこうと考えております。その株主様への還元は今までより水準を切り上げて、配当成功 20% を目安に還元させていただきまして、残りは成長投資に振り分けさせていただく、3年合計40億円の投資を進めていこうと考えております。その上で引き続き技術者、エンジニアの増員を着実に進めてまいり、年間25名以上の増員を目指して690名の
体制まで、行きたいと考えております。そしてこの後説明いたしますけれども、新規事業を生み出していこうとも考えておりまして、第4のセグメントを立ち上げられればなと考えております。2036年中途半端な年代年数書いてありますけれども、この長期展望といたしましては、人の価値が高まると先ほどお話ししましたけれども、それに向かって時価総額1000億円を目指していける企業にしていきたいと考えております。2036年、ちょうど私が65歳になる時なんですね。65歳になって、無事そこまで勤め上げられればなんですけれども、その時にはしっかりバトンタッチをこういう形でできることができればいいなというふうに考えました。それでは基本戦略個別の説明に移らせていただきます。人人とだいぶしつこく申し上げておりますけれども、人材の育成につきましては多様性、それから質の向上、こちらを目指していき、ブランディング通じて社会とのつながりを明確にしていくことによって、仲間を増やし安心そして安全に働ける環境を提供していこうと考えております。EX の多様化と質の向上ですけれども、エンプロイーエクスペリエンスですね、満足度やエンゲージメントを高めることを目的としております。ダッシュカッターで働いてきてよかった、定年を迎えた先輩方は多くの方そう言ってくださいましたけれども、それに至る過程の中で働いてよかったとか成長してるだとか社会の役に立ってる、こういった意義をやっぱり従業員がその過程で感じることができるっていうのが大事だと思っておりますので、こちらの方取り組んでいこうと考えております。ブランドリニューアルとアクションを通じまして、ステークホルダーの信頼を広げていこうと考えております。コンプライアンスを真ん中に置いた企業文化、働くことを誇れる社員を増やす、働いてみたいと思う方を増やす、何か一緒に手伝いたいと思う関係者を増やし、あんたたちと一緒に仕事がしたいというお客様を増やす、そしてそれを応援したいという株主様が増える、こういった当たり前かもしれないですけれども、循環をより強固にしていくことが売上利益、それから成長株価、こちらに反映していくものと考えております。安心と安全の追求といたしまして、私どもは6割を超える専門の工事従事者エンジニアを掲げておりますけれども、結構大変なんですね。それでもやっぱり彼らに安心して安全に過ごしてもらうためには、やっぱり環境を建設業の中だけ法的に満足しているから OK、 これだけでは他の産業と戦っていけないと思っております。建設業だけど建設業らしくない、しっかりした魅力ある会社として行っていくことで、従業員の働きがい、個人の幸せにつながると考えております。残業時間の抑制につきましては、2024年を基準としておりましたけれども、すでにクリアの方いたしました。またさらにより削減の方を努めていこうと考えております。それ以外にも完全週休2日制、まだまだ他の産業さんと比べると年間休日多くありませんので、
こちらの方を高めていこうというふうに考えております。報酬面でも積極的なベアの実施、それから確定拠出年金を今導入しておりますけれども、それに加えて株式付与による退職金制度の拡充なども計画しております。こういったことで大資カッターで働くエンジニア社員、こちらの方の魅力を高めていこうと考えております。併せてライフスタイルの変化に伴う保険の拡大、健康の増進から働き方の多様化、来年の4月には育児休暇の制度も変更になります、改正になりますけれども、そちらにも改正する内容以上のものを彼らには与えたいと考えておりますし、育児と合わせて問題なのは介護です。介護に対してもしっかりその介護の役目を果たしていけるようなお手伝いをしていけたらと考えております。技術の会社でありますので、コンテナス安心と安全を提供する人材を育成するために教育プログラムというのはより大事になってくるものと考えております。単純に技術を伸ばす研修だけではなくて、安全と技術、それから教える技術、コンプライアンスマネジメントの3つの要素を合わせた研修なども検討していこうというふうに考えております。これを年次、階層、目的、これに合わせて提供することで、より一層私たちグループの強みが磨かれていくものと考えております。優位性につきましては、研究開発の強化、グループ展開、協力会社のネットワークを掲げております。今までの研究開発といたしましては、私直轄の研究開発部会というものがございました、ございました、まだあるんでございます。過去8年間で172件の大小合わせた課題を、課題に当たってまいりました。すごくマニアックな開発が多くありました。派手なところだと、この表の上から3つ目のハイドロジェット RD 工法というのが阪神高速さん、それから飛島建設さんと共同研究させていただいた床版の通行止め期間を半分にするという画期的な工法の方も開発するに至っております。この研究開発部会からもう少し中長期的なものを考えられる場といたしまして、新しく新規技術開発の方をイノベーション研究所みたいな形で作っていこうというふうに考えております。エンジニアの体の負担を軽減する、生産性を向上する、こういった成果をですね、私たちだけではなくて建設業、特に同じように活動している専門工事業の皆さんには提供していく責任があるんではないかとも考えております。専門施工会社だからこそ考えつくノウハウ、それからアイデア、こういったところをしっかり時間をかけて大学の先生たちともいろいろ教えを請いながら、他の企業さんとも協力をしながら作っていける組織を作っていこうと考えております。中でもこの研究開発にはすごく時間がかかるディープテックと言われている、やっぱり深くマニアックな、そんなとこやるのみたいなところに関しましても、私たちだからこそ考えつく部分が多くあると思いますので、こちらの貢献、
こちらからの貢献を社会に向けて発信していきたいというふうに考えました。グループ展開といたしましては、今現在5社の連結グループを有しておりますけれども、単純な売上のシナジーよりも人の交流、それから技術の交流、受注案件の協力体制の強化によって、ご覧の通り大幅に売上を伸ばしているだけではなく、利益も伸ばすことができております。こういったグループネットワークを広げることで、お互いのシナジーをより高める相乗効果もあり、グループ展開を優位に進めていることが、他社よりも厚みを持ったエンジニア集団の形成につながっていると考えております。協力会社体制ですけれども、私たちの工事の半分は協力会社さんにお願いをしております。私たちが開発した技術、工法などを提供することはもちろんなんですけれども、同じように安全に対する教育研修、こちらの方も提供していっております。合わせてやっぱり彼らも人の確保、採用の方には非常に苦労しておりますので、こちらの採用に対してのお手伝いも私どもの方からしていきたいというふうに考えております。私どもとの取引を通じて、協力会社さんが長期的に発展していただける環境を提供することによって、より多くの仲間が増えて、お互いにとって社会課題の解決につながるものと考えております。ガバナンス戦略につきましては、先日の子会社による不正流用疑惑によって、多くの皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしました。これを真摯に受け止めまして、今後の再発防止策として、当社グループのガバナンスの在り方を大きく変更しております。また大きく流れが変化していきます株式市場において、プライム市場適合基準でのコーポレートガバナンスコードを満たし、より積極的に株主様との会話を深めていきたいと考えております。改善策の一つといたしまして、私ども監査役会設置会社となっておりますけれども、取締役の過半数を社外取締役とする体制に移行し、より監督機能に重点を置いた機関設計とすることにいたしました。監査役につきましても、全員を社外監査役として合わせて内部監査室を増員し、より実効性の高い監督体制を構築してまいります。体制の変更だけではなくて、役員から管理職、そして一般の従業員に至るまで、各階層に応じたコンプライアンス教育も拡充させ、コンプライアンスを真ん中に置いた企業文化を実現させていこうと考えております。またより多くの投資家の皆様に当社を知ってもらい、興味を持ってもらうことを目的とした上で、指示行動でも求められておりますサステナビリティ方針についても順次対応する前提で進めております。開示のためというパフォーマンスに陥らないよう、実効性のある中身を構築した上で、皆さんに資料の方を開示していこうと考えております。コミュニケーションを株主様とも深めていくために、当社の考える資本コストなどの各種指標を公開することにもしております。私どものスタンスを明確にすることで、
投資家の皆様とより実効的な対話をさせていただこうと考えております。個人株主様におきましても同じく情報発信についてより積極的に行うよう改善を進めてまいります。最後、成長戦略につきまして説明をさせていただきます。既存市場の拡大、 M&A 新規事業、こちらの方を確認しております。私どもは市場を深掘りしていく中で関東圏、特に東京を三角で結んで埼玉、神奈川、千葉で中に攻めていこうというふうに考えておりましたけれども、その中で東京の拠点があってもいいんじゃないかということで買った道路切断ですね、こちらの方をの拠点を都内に設けたいというふうに考えております。合わせてまだエリア的に弱い西日本の方にも注力していこうというふうにも考えております。新しい市場の方ですけれども、カーボンニュートラルに伴うグリーン戦略市場といたしまして、火力発電所、こういった発電関連の市場において投資が見込まれることが確実になっております。火力発電所に依存しております日本としては、これから火力発電所を残すのかなくすのか考えていくところだと思いますけれども、使うにおいても例えばアンモニアだとか水素だとかそういったものを混ぜながら使う、それから IGCC と呼ばれている新しい石炭の燃焼技術、こういったものを使うといった改造工事も見込まれます。排出措置においては解体をするにおいては無課金な工法、安全な工法ということで私たちの技術が使われる機会が多くあります。残してもなくしてもしっかり入り込めるような市場を創出していきたいと考えております。宇宙関連事業といたしましては、今から月に行きますとかっていうわけじゃないんですけれども、国内の中でスペースポートという構想があって、それの事業が少しずつ動き出しております。宇宙空港ですね、このスペースポート関連においてもメインで動いておられるスペースポートジャパンという社団法人がございまして、こちらの方に専門工事会社としては唯一参加の方をさせていただいております。空港でのメンテナンスの知見を生かしてですね、その宇宙空港においてもお役に立てればいいなというふうに考えました。 M&A 戦略につきましては、従来より方針は大きく変えておりません。私どもの特殊な技術、特化した技術を一緒に深掘りしていく、同じように特化した技術を持っている会社、こういったところを仲間に加えていこうというふうに考えております。合わせて私たちの仕事の前後、こういったところにも少し幅を広げて仲間を探していこうというふうに考えております。あくまでも規模ではなくて質、中身を重視したグループ展開を目指していこうと考えております。最後、駆け足になってしまって申し訳ありません。新規事業の模索です。人に特化するというふうに言っておりましたけれども、この労働人口が減少する、働き手が減少する、特に建設業ではそれが著しい、そういった中で研究所を作ると申し上げましたけれども、そこから派生した技術やサービスというものを自分たちで使うだけではなくて社会に提供していきたい、こういうふうに考えました。私どもの抱えているお客様は
約年間で7000社ございます。ほとんどが中小のお客様になっております。まだ紙での注文、ファックスでの注文、電話でのやり取り、集金に伺う、そういったお客様が多くございますけれども、この人がいるからこそ、専門工事だからこそ、こういったノウハウというのは、そういったお客様にも提供できるものがあるんではないかとも考えております。第4のセグメントになるようしっかり成長を合わせて楽しみながら進めていけたらいいと考えました。はい、以上、ちょっと時間をしてしまいましたけれども、決算説明および中期経営計画の説明を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ご説明ありがとうございました。それではこの後は質疑応答の時間でございます。質問のある方は挙手をお願いいたします。係の者がマイクを持ちますので、マイクでのご発言よろしくお願いいたします。なお時間の関係もございまして、質問はお一人様に問いないということでよろしくお願いいたします。それでは質問のある方いかがでしょうか。はい、じゃあ最初の方。はい、ご説明どうもありがとうございました。2問以内ということだったので、あれなんですけど、貸し工事っていうのは、終わった時の規模感っていうのはどれぐらいなのかということと、その貸し工事っていうのはあくまでも、一過性ということですので、今走っていらっしゃる期には、その、インパクトっていうか、それ計画には入っていないという理解でよろしいでしょうかということを教えてください。はい、ありがとうございます。貸し工事は一過性です。計画には入っておりません。前期においての貸し工事、総額で、14億円でした。私どもで51期同じような、現象が起きましたけれども、あの時の、総額もだいたい15億円だったと記憶しております。よろしいでしょうか。ありがとうございます。もう一つは人を積極的に採用されて、それを育ててですね、やっていくんだということで、それがもう着実に実っているということが、理解できたんですけれども、それに伴ってその、なんていうんですかね、工事の、配置、手配といいますかですね、もしくはそのなんていうのかな、人あたりの職人の仕事の割り振りの仕方とかですね、人が増えて施工現場が増えて規模が増えればですね、その仕事の割り当ての仕方っていうのもかなりノウハウが必要になってくると思うんですけれども、これからその事業規模を一段と拡大していくという中においてですね、人の配置、工事の割り振り、日程調整といったもろもろのそのノウハウだと思うんですけどね、この御社のその施工効率を上げていくためのノウハウっていうのは今後もその大丈夫でしょうかというそういう質問なんですけど。はい、大丈夫です。この人の手配につきましては、今までこう作業員の技量ですとか、経験、そういったところを考えて配置しておりました。今でもそれは変わらないんですけれども、そちらの技量の平準化を図るということで、あまりこう悩まなくても済むような取り組みも行っておりますし、機関システムの方も進化しておりますので、割と効率よく協力会社含め配置することができております。わかりました、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。他に、はい、お二人いらっしゃいますので、最初後ろの方から。はい、どうぞ。不正会計処理の、不正会、何ですか、不
不正資金流用疑惑に関して、会計処理的にはどういうふうになってますか。今期も出ますかというのがまず第一点でございます。経理課長の木暮と申します。ですね、不正会計に関しましては、先日のプレスの方にもですね、書かせていただいたんですけれども、直接的にはですね、横領ということではなくてですね、非目の振り替えっていう、形で、まとまっておりますので、そういった意味ではですね、大きなものっていうのはないんですが、ただ税金絡みっていうことでは、この、やっぱり交際費と予費交際費の入り繰りということで税金の関係影響はありますので、そこの処理はですね、この19、にもですね、多少出てきているというふうに考えています。はい。今期でじゃあ、ほぼほぼ上期ぐらいでもう一巡ということですか。そうですね。もう上期で、影響はなくなるかと思っています。はい。2点目ですが、先ほど社長がおっしゃった、新規事業についての、そのノウハウを転用した中小企業向けサービス事業を模索しますということですが、これは一種のコンサル事業みたいなイメージで捉えて差し支えないんでしょうか。はい、コンサル的な部分になるのか、それからパッケージになるのか、あとは何かまた違うことを一緒にやろうかなとかっていうのも、含めて、ちょっと曖昧で申し訳ないんですけども、意味合いとしては、コンサルだけじゃないよということです。例えば労務管理におきましても、私ども、労働時間の、把握を、会社出てから現場に着くまでとか帰ってくるまでっていうものをしっかり労働時間として、計上することにしましたけども、トータル人件費大きく上げることがなくて、運用することができたんですね。これも一つのノウハウだと思っております。こういったところをしっかり価値と感じてくれる会社さんと一緒に取り組むということも一つのサービスになる可能性があるんじゃないかというふうに思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ほぼ終了時間なんですが、もう一方手を挙げていただきましたので、すみません、短めな質問でお願いできますか。すみません。恐れ入ります。2点だけ、すみません。1点目は不正資金流出の件で、会計処理の件ちょっと今お答えあったんですけれども、そのお取引先とか、ご心配されている向きもあるかと思うんですけれども、そのビジネス上のなんか影響が足元、今後なんかありそうかっていうことを教えてください。はい、取引様に関しましては、大きく影響がなくてですね、逆に応援してくださっている方が多くございました。その点です。今後 M&A とかで成長されていくときに、やっぱ買う先のデューデリとかでちょっと気にすることが増えたんじゃないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。まさにその通りで、デューデリの方、しっかりやってきてはいたんですけれども、結果、ようになってしまったので、さらにしっかり深くデューデリの方を行っていこうと考えてますし、仮に M&A として仲間になった時には出しておりますけれども、管理部門から派遣取締役監査役の方を出していくということにしておりますので、しっかりその仲間になってからも管理監督の方をやりながら一緒に前に進んでいきたいというふうに考えております。2点目のつもりだったらすみません。英語のウェブサイトとか、あと ESG で進駐権もこうすごいかっこいいものを出していただいて、大変素晴らしいなと。で、プライム市場にも行かれるっていうことも、大変株主としては励みになる内容だったと思うんですけれども、
その流通時価総額を見ると若干余裕がないのかなって思ったり、まあ、安定、いわゆる安定株主が多いという部分があったり、まあ、この辺もちょっと、まあ、いわゆる御社の株価バリエーションに影響を与えてるんじゃないかと思ってるんですけれども、まあ、このあたりの今後のお考えもお聞かせいただけますでしょうか。これが最後で大丈夫です。あの褒めていただいてありがとうございます。流通時価総額についてはやっぱり課題だと思っておりますので、しっかりこちらの方、還元政策の方ですね、先ほど 20% とか言いましたけれども、それ以外にできることはどんどんやっていこうというふうに考えております。会社のことをよく知っていただければ、もう少しこう、あ、大事かったって面白い会社だね、いい会社じゃないとかっていうことも思っていただくこともまた取り組みの一つだと思っておりますので、しっかり見ていただくということを始めていきたいと考えております。はい、はい、ありがとうございました。終了予定時間ちょっと過ぎましたけれども、質疑応答はここまでとさせていただきます。最後の私の方から一点お願いでございます。冒頭にお願いしましたけれども、アンケートへのご記入の件ですね、これ一つよろしくご協力のほどお願いを申し上げます。それでは以上をもちまして本日の決算説明会終了でございます。お疲れ様でございました。ありがとうございました。